でもね、あのしっかり皆さんと一緒に遊んでいったら暖かくなると思うので楽しんでいきましょうね。ガーラもよろしくお願いします。寒そう。さ、あのね、今日はね、さっきあの1回目のステージはクイズをやったんですけれども、ちょっとねクイズと変えてみようかなと思って、はい、まずはスケッチブックをお渡ししますね。はい、パオロンもどうぞ。はい、あ、ごめん。ガーラもどうぞ。さあ、何をするかというとね、スケッチブックを私はしたので、ペンね、ペン、はい、キャップ取ってあります。ペン、どうぞ、どうぞ、パオロンもどうぞ。ペンです。こっち、こっちのペン、こっちペンね。お尻ペン、はい、どうぞ。はい、ここにですね、今からですね、せっかく今日はトヨタハウジングガーデンに来たっていうことなので、あのちょうどですね、目の前にあそこ土地が空いてます。3人が家を建てるならどんな家を建てたいか、そんな理想のお家をですね、このスケッチブックに書いて皆さんに披露していきたいなと思うんです。なので、どんなお家建てたいかを3人に書いてもらいます。こだわりをしっかり詰め込んで、絵だけじゃなくて説明もね、書いてもいいですよ。さあ、ね、ハウジングセンターにはいろんなね、素敵なモデルハウスがたくさんあります。ガーラやシャオロン、パオロンもね、結構ですね、あのさっきもお家見たかはわからないですけれどもね、家には理想やこだわりがあると思いますので、どんなお家がいいのかをね、ちょっと聞いていきたいなと思うんですね。間取りですかね、ドアラは。外観ではないですね。え、いいんだよ、なんでも。シャオロンとパオロンは外から見た感じかな、書いてくれてますね。さあ、え、今どんなところに住んでるかはちょっとわからないです。ドアラできた？できた、まあ、ここちょっと、よし、オッケー。じゃあみんなに見せてください、ドアラの理想のお家です。え、これ理想なの、ドアラ。すごい現実的な感じだね。バルコニーがあって4畳半なの？4畳半でいいの？風呂、なになに、風呂、便所、別って、あ、外、共同共同なの？理想なの、これ、ドアラの。ドアラ、こういうとこ住みたいんだ。あ、そう？これ、コンロ2個あるの？あ、コンロは2個欲しいの？そうね。そっち洗うところでね。洗濯機はあるんだ。洗濯機置き場はあるのね。洗濯機は、ね、するんだね。すごい、なんか現実的なね、ものを見せてもらいます。すごい、4.5 畳で足りるの、ドアラ。ね、これでも収納があんまりない感じだけど大丈夫かな。ね、あ、収納そこがあるの？それなんか、ね、そこは？靴。あれ？冷蔵庫はいらない？ねえ、もうどんどん狭くなっちゃうね、これ。あ、下にあるの、ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつでいいのね。あ、そうなんだ。あの冷凍庫こうなってるやつ。押し込んでね。すごい。ちょっとでもなんか実現できそうだね。頑張、ちょっと頑張ればできそうな感じだけど。ねえ。どう、シャオロンとパオロンはできた？シャオロンできた？シャオロンのお家見せてください。じゃーん、なになになに、ちょっともうちょっと見せて。すごいね、なんか、あ、大理石なの？地面が大理石で、 YouTube のスタジオがあるの？家の中にすごい、ガレージあるじゃん、何置くの？ガレージ、あ、バイクね。そうですね。で、外にはプールがあって、で、サンタさんが入るような煙突からサンタさん来るんだ、シャオロン。いいね。すごい。
ドラゴンズって書いてあるね、屋根に。すごい目立っちゃう、バレちゃうよね、これ。なんか関係者住んでるんだなって、すぐバレちゃうお家なんです。いや、分かりやすくていいと思う。あの、お友達来る時とかにね、ドラゴンズって書いてあるからって言えるよね。そうだね、屋根に書いてあるよって。あ、目印ね、みんなの目印になるのね。じゃあ、あのドラゴンズの家のとこで待ち合わせしようみたいな感じでみんな使えるってこと、目印。あ、いいね、それ。みんなの役にも立てる素敵なお家だね。じゃあね、ありがとう、すごいいいお家です。じゃあ今度パオロンの理想のお家見せてください。あ、ちびっこかけてた。パオロン、はい、お家見せてください。どうぞ。わ、何これ、すごいじゃん。何、裏に畑、裏に畑があるの。これ何、ちょっと見せて見せて。そっちあ、すごい、これ。何、ここ玄関だよね。これ何、これ何、葉っぱ置いてあるの。おしゃれなの。いいね。こだわりのポイントどこなの？畑がこだわりのポイントなの？それ家なの？畑がこだわりのポイントなんだ。あ、そう。家の方は特には？家は？パオロ、何？家は特にない。畑がこだわりなの。でも裏だから全然見えないけどね、こだわりのポイントはね。そうか、じゃあこの裏にすごい畑があるんだね。ね。そうか、ありがとう。これはでも畑だから、まああれだね、土地が、広い土地が必要だね。ありがとうございます。さあ、じゃあ3人のね、素敵なお家で、ね、見せてもらいましたので、ね、今年はいっぱいお仕事頑張ってね、お家が建てられるようにね、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。それじゃあね、スケッチブックは回収いたします。ありがとう。はい、もらうね。はい、ありがとうございます。はい、パオロン、ありがとう。スカウトされると、これ、これ取るよ。はい、ちょっと待ってね。手がいっぱいなんだ。パオロン、何か書くの、それ。届かない書かないね。はい、ほらほらほら、何書きたかったの。はい、もらうよ。畑。はい、ありがとうございました。さあ、理想のお家を聞いていきましたけれども、やっぱりね、みんなと一緒にちょっとだけクイズやっていきたいなということで、ここからはちょっと変わったジェスチャークイズをしたいと思います。頑張る、頑張って何、かまぼこあ、ガムなの、かまぼこじゃないんだ。はい、あのね、ジェスチャークイズ、いつもお題を出してそれに合わせたジェスチャーを3人に考えてもらってやってたけど、今回はですね、ここにやってもらうジェスチャー書いてあります。これをジェスチャーでやってもらって、皆さんに答えを聞いていくというジェスチャークイズです。いい？大丈夫？シャオロン、分かってる？分かってるよね、大丈夫だよね。じゃあまずはシャオロンからいきたいと思います。じゃあね、皆さんに内緒でシャオロンへのお題を見せます。これです。分かった？見てる？じゃあ答えが分かった人は手を挙げてくださいね。それではシャオロンのジェスチャークイズです。どうぞ。これは何のジェスチャーでしょうか。ちなみにお正月にね、ちょっとちなんでるんですよ。はい、急いでね、急がないとなくなっちゃうかもしれないのかな。はいはいはい。あ、中身見てる。あ、それはいらない。これは、あ、どうら、分かってみたい。分かった人、はーい。あ、ちょっとシャオロン、ちょっと伝わったみたいだよ。誰にする？
誰に答えてもらおうかな。え、私選んでいい？あっちの子？あの子かな。じゃあ、はい、じゃあ横にいるお友達こっち来て。あ、横逆だったな。いいよ、合ってる合ってる合ってるよ。違うの、ドアラが来ちゃったの。ドアラじゃないよっていう話ね。なんかモジモジしてる。ドアラじゃないよ。あの子だよ。この子が選ばれたんだよ。こんにちは。こんにちは。さあ、それじゃあ早速お答え聞きたいと思います。シャオロンがやってたのは何でしょう。薄袋。おお、答えは福袋。大正解です。よかったね、よくわかったね。すぐわかった。あ、すぐではなかった。あ、でも伝わりました。おめでとうございます。ではシャオロン、はい、じゃあシャオロンからプレゼントをもらってください。はい、ペンライトです。光るからね、お家で遊んでね。はい、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。そうそうそう、こんな感じでね、お題に合わせてジェスチャーをしてもらいます。さあ、それでは続いてはパオロお願いします。パオロへのお題はこれです。わかった。さあ、それでは行きましょう。パオロンのジェスチャークイズ、どうぞ。あ、ちょっと寒いのかな、長いところで。あ、なになに、あ、なんか出したね。あ、して、あ、これ何やってるところかな。手を合わせてますね。はい、分かったかな。ドアラすごい分かったみたい。分かった人、あ、はい、いっぱいいる。じゃあパオロン、誰に答えてもらえますか。誰がいいかな。あの子？後ろの？後ろの？あ、後ろにいる女の子かな？じゃあ一番後ろのピンクのお洋服の女の子。あれ？はい、どうぞ来てください。できました。ではお答え聞きますよ。パオロンがやってたのは何ですか。初詣。おー、初詣、大正解です。拍手、やったー。さあ、パオロンと同じ色だね、ピンク色でね。じゃあパオロン、はい、これ、ね、はい、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。バイバーイ、ありがとうございます。バイバーイ。ちょっと待って、ちょっと待って、次だよ次。バイバイしちゃダメだよ。ドアラは、ドアラ、ドアラ出てきて。はい、こんにちは、頑張りますよ。さあ、それでは今度はドアラのジェスチャークイズですよ。おー、いいね、乗ってるね、ドアラの。それ、あの1回目にやったメリーゴーランドでしょ。違う違う、ドアラのは、ドアラのドアラ、ドアラメリーゴーランドから降りてくださいね。はい、OK ですよ。そうだね、はい、じゃあドアラのお題はこちらです。じゃん、読める、大丈夫。大丈夫だよね。さあ、それでは考えてる、考えてます、考えてます。あ、見えてる。大丈夫かな。はい。それ全然
からね。メリーゴーランド乗らないで。はい、それでは行きましょう。ドアラのジェスチャークイズです。どうぞ。あ、あれ？あれ？あれ？あれだけどさ、あれのあれだけどあれだよね。あれ？ちょっと前のあれだよね。ちょっと。それね、それね。それそれそれ。それ。さあ、みんなわかるこれ。わかった人。すぐメリーゴーランド乗っちゃうんだから。わかる人いるかな。そうだ、誰がいい？見えた？誰か開けてる人見えた？誰にする？どうだ？ああ、いや、あの子、あの子、奥の子？じゃあ、水玉模様のお洋服のお友達来てください、こっちに。乗ってって。はい、ご挨拶するよ。こんにちは。元気いっぱいだね。それではお答え、みんなの方見てね。お答え聞きます。ドーラがやってたジェスチャーなんですか？あれ、初詣だった。本当わかってる。これね、ちょっとね、答え書いてあるから。なんだった、なんだった、なんかさ、出てきてたじゃん。太陽、太陽、太陽がさ、出てくるのなんていうの？ 1月1日に太陽が出る。なんだったっけ？忘れたね。ちょっと待って、いいよ。あ、一番上まで行っちゃった。あ、聞きに行ったのかな。戻っておいで、戻っておいで、戻っておいで。聞いた、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 聞いてきた。オッケー。よし、じゃあどうぞ。初日の出。初日の出、大正解です。拍手。ちょっと待って、ちょっと待って。これハイタッチできないでしょ。